はい、では今日も頑張ってやっていこうと思います。前回左手のグリップの作り方、左手の役割というものを紹介しました。今日は右手の握り方と役割です。左手、スクエアできましたね。右手は中指と薬指、この2本しか使いません。この2本をクラブの真ん中に引っ掛けて、小指は人差し指の上に乗せるオーバーラッピングでもいいし、軽めのインターロッキングでもいいし、10本の指でも握る10フィンガーでもいいです。ただこの指を引っ掛けて人差し指をかけ、親指を右手の親指ですね、グリップのセンターよりやや左に持ってきて、こういう形で一体感を持って握るというのがポイントになってきます。この時この親指と人差し指の付け根にアルファベットの Y のような字ができ、この延長線は自分の右首筋を指します。まずこの形ができているかどうかをちゃんとチェックしてみましょう。これができていないとこうなってしまったり、ね、かぶりすぎてしまうと体の向きがずれてしまったり、体の傾きがずれてしまったり、ね、ミスの原因につながります。右手の重要な役割として力を伝える手という役割があるんですが、この指ですね、薬指、中指、人差し指のこの関節、この手のひらの付け根の関節のちょっと上の部分、この部分っていうのがだいたいベース面だと思ってください。ただこれがクラブの真横からつきます。これが真横からつくことによってクラブっていうのはボールに対して上から入るっていう、ね、入射角が整ってきます。しかしこれが下からついてしまうとクラブを下から持ち上げてしまいます。体が右に傾くということです。なのでダフってしまったり、トップしてしまったり、ね、引っ掛けやシャック、そういったもののエラーにつながります。なので必ずこの部分がクラブの真横につくように構えていくっていうふうに心がけましょう、はい、でこれがクラブ右手の握り方を正しく作りたいという理由になってきます。あとですね、クラブを下ろすときダウンスイングですよね。この瞬間クラブっていうのはすごく重さを感じやすくなります。加速してくると遠心力で、ね、重さが増すんですね。でここでこう置いてしまう、この動き、これテールダウンって言います。こうなっちゃうとダフってしまったり右に行ったりします。そうならないようにするためにもこの右手の下の指、ここで支えてあげるという役割があります。支えて押してあげて終わり、はい、右手のこの下の指、右肩ですよね、これすごく重要な役割っていうのをたくさん持ってます。なのでぜひ、この右手の握り方ね、大丈夫かなってチェックしてあげてください。基本的には自分のお顔の前でクラブ握ったらこのままこういう感じで親指と人差し指の付け根くっつけて、こうやって当てて引っ掛けてあげる、こんなような感じでもいいし、こうやって上からスッと下ろしてて、指の方に重さ、クラブの重さをかけてあげて親指をつけてあげる、こんな感じでいいと思います、ね、こういう形で握れるようにしていきましょう、はい、本日の動画は以上となります。次回は両手のグリップできましたので、グリップの種類、そのメリット、デメリットっていう部分のお話をちょっとしていこうと思いますので、ぜひまた次回も見てください、この動画が役に立ったなと思う方は高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。